ナイトロは、クライスラーが製造、ダッチブランドで販売していた自動車である。原型は、2005年のシカゴモーターショーに登場した、コンセプトカー。ジープチェロキーのコンポーネントを流用し、よりカジュアルに、より若者向けの設定がなされている。ナイトロは、爆発性や危険性を連想させる、意味のニトロ化合物を意味する。好評を博したことから、 キープコンセプトのまま2006年より製造が開始。乗用車に近い感覚が受けて、ヒット作となった。搭載するエンジンは、V 型6気筒、サイチェシーで 3700cc2 バルブと 4000cc4 バルブ。チェロキーに用いられているエンジンを、ボアアップし、より高回転型にしたものが搭載されている。日本仕様では、全グレードが、右ハンドルのみの導入となったが、 右ハンドル化によるエンジンの構造上の関係から 4000cc のエンジンは搭載されず 3700cc のエンジンのみ導入となった。しかしながらも北米地域ではコンポーネントの供給元であるチェロキーの方が売り上げが好調で逆にナイトロの方が販売不振が続き2011年をもって生産が終了した。ありがとうございます。